皆さんこんにちは、 B レジェンド小林です。今回はですね、こちらに出ておりますトレーニングベルトについてのお話しさせていただければと思います。トレーニングベルトといえばね、私前の動画でね、初心者におすすめのトレーニングギアとしてご紹介もさせていただきましたけども、初心者の方はじゃあベルト使った方がいいのは分かったけど、じゃあどんな種目で使えばいいのってね、疑問に思う方もいらっしゃるんじゃないかなと思いましたので、今回はそのトレーニングベルトを使った方がいい種目と、まあ、逆に、まあ、こういう種目では使わなくていいよという種目についてね、ご紹介をさせていただければと思います。それではですね、具体的な種目のご紹介に行く前に、そもそもこのベルトって何がいいのか、何のために使うのかということについて、解説をさせていただくんですけども、ズバリですね、腹圧を高めてより高重量を扱えるようにするということにあります。ちょっと専門用語が出てきたので、もうちょっと分かりやすく説明しますけども、腹圧というのは、まあ、読んで字のごとくね、お腹の圧です。ウェイトトレーニングなんかで人間の体に強い負荷がかかる際には、特に腰回りなんかにも非常にね、強い力がかかります。まあ、経験したこともある方はいらっしゃるかもしれませんけども、ぎっくり腰になったりとかね、ひどい場合は腰椎のヘルニアになってしまったりとか、それぐらいの強い力がかかったりするんで、種目によってはしっかりこの腹圧というのを高めて、腰回りにしっかり圧をかけてですね、体を安定させないといけない、そういう種目があるんですね。特にそういう種目でこのベルトを使っていただくことで、しっかりね、この腹圧をより効率よく高めてですね、より強い力を出せるようにする。その結果、効率よくね、よりトレーニングを進めることができるようになる、そういうアイテムになってます。またね、これベルトを巻いていただくと、まあ、腰の怪我の予防になりますよっていう方もいたりするんですけども、実はその科学的な根拠があるわけではありません。なので、このベルトを巻いたら腰の怪我をしないとか、ヘルニアにならないとか、そういう実は科学的なデータがあるわけではないっていうのは注意していただきたいんですけども、私がね、トレーナー時代にいろんなお客様を指導させていただいたりとか、あとは自身のトレーニングを行っていく中で、やっぱりこうベルトは巻いておいた方がその怪我の予防には役立つだろうなとは私も思っているので、怪我を防ぐという意味でも巻いておいて損はないかなと思いますので、一番はこのベルトを巻くことで重量が伸ばしやすくなる、力が入りやすくなるということですね。そして、まあ、2つ目として、まあ、怪我を防ぐ役割もあるかもしれないというふうにね、このトレーニングベルトの使い道は覚えておいていただくといいんじゃないかなと思います。じゃあその特性を理解していただいた上で、どういう種目を使うのがおすすめなのかというのをご紹介させていただきますけれども、この腹圧を高めるための補助となるベルトですので、当然腹圧がかかる種目、腹圧をかけないといけない種目でこのベルトを使っていただくことになります。具体的にはスクワット、デッドリフトですね。これらの種目で、特に力を発揮してくれるのがトレーニングベルトです。まあ、そのね、スクワットとかデッドリフトから派生したような種目なんかでも活躍してくれます。例えば、まあ、フロントスクワットとかね、ルーマニアンデッドリフト、スティフレッグデッドリフトとか、あとは、まあ、ベントオーバーローなんかもね、体を倒した状態で体を固定していく種目になりますので、その体をね、倒した姿勢で固定するという時にかなり腹圧をしっかりかけていく必要がありますので、まあ、背中のトレーニング、ベントオーバーローなんかでもこのベルトは使った方がいいんじゃないかなと思います。で、逆にあんまりそういう腹圧をかけなくていいような種目の時にはベルトはわざわざ使うメリットもなくなってきます。例えば、まあ、ベンチに座るような種目とか、マシンでね、こう椅子に腰掛ける、シートに腰掛けるような種目なんかでは、まあ、そのベンチとかシートが体を安定させる役割を果たしてくれるので、そんなにね、大きな腹圧をかけて体を安定させる必要ってないんですよね。そういう場面では逆にね、このベルトを使う、あえて使うメリットっていうのが少なくなってきますので、例えば
スクワットでね、ベルトおすすめですよって言いましたけども、レッグプレスではそのベルトのね、必要性っていうのは下がってきます。まあ、例えばデッドリフトだとね、こうハムとかね、お尻を鍛える種目ですけども、じゃあヒップスラストのマシンとかね、レッグカールのマシンとかだと、ベルトはいらないかなと思いますね。ただ、先ほども言いましたけど、科学的な根拠があるわけではないですが、一応ね、体感としてやっぱりベルトを巻いておくと腰の怪我の予防になる気がする。まあそういうこともありますので、腰にね、不安がある方、例えばまあぎっくり腰やったことがあるとか、まあヘルニアとね、診断されたことがあるような方なんかは、そういうね、腹圧があんまりかからない種目、ダンベルのベンチプレスとか、マシンのチェストプレスとかショルダープレスとか、そういうね、種目でも、まあ、ベルトを使っていただいてもいいかもしれないんですけども、あんまり期待はしすぎない方がいいかなと思います。基本的には腹圧を高める補助をすることでより力を出しやすくするものであるというふうにね、覚えておいていただければなと思います。はい、今回はですね、トレーニングベルトを使うべき種目と、まあ、使わなくてもいい種目についてご紹介をさせていただきました。トレーニングベルトは腹圧を高めて力を出しやすくするためのアイテムですので、腹圧が強くかかる、腹圧をしっかりかけないといけない種目、スクワットですとかデッドリフト、まあ、ベントオーバーローなんかね、こういった種目の時に、しっかり積極的に使っていただきたいと。で、逆に腹圧が、あまりいらない種目、マシンのトレーニングですとか、ベンチを使った、トレーニングなんかでは必要性は下がってきますということを覚えておいていただければなと思います。他にもね、このトレーニングギアの使い方、この器具の使い方わからない、そういうことがありましたら、ぜひコメント欄で書き込んでいただければ解説させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。